こんにちは、旭川市長の西川雅人です。私から旭川の魅力と街づくりの一端をお話しします。大雪山連峰の山並みと石狩川の流れが織りなす雄大な自然、流通業務機能が集積し医療体制も充実した都市機能、旭川市は豊かな自然と都市機能が共生する北海道第二の都市です。季節を問わず育ち盛りの子どもが目いっぱい遊べる施設も充実、育児の悩みも子ども総合相談センターが解決します。まちづくりの主役は市民、地域の特性に合わせた住民目線のまちづくりを進めるため、市内15の地域でまちづくり推進協議会が活動しています。旭川市は北海道の中心に位置する観光物流拠点です。年間152万人が訪れる旭山動物園、動物たちのありのままの姿が見られる行動展示が自慢です。年間116万人が利用する旭川空港、今年で開港50周年を迎え、国内主要都市や中国、韓国、台湾と旭川を結びます。旭川は11月末から4月初めまで雪に覆われます。私たちは冬の寒さを売りに景観づくりや観光産業に生かしています。除雪体制は道内トップクラス、冬の暮らしも安心です。北海道の自慢は何といっても食、北の恵み食べマルシェは3日間で100万人以上が来場する北北海道を代表するイベントです。友好都市ユジノサハリンスク市との間では北北海道の味覚を紹介する物産展や日本食の普及イベントを通じ輸出の拡大に取り組んでいます。私たちは町の強みを生かし、子どもの未来、町のにぎわい、地域のぬくもりを柱とした町づくりを進めています。旭川市では今年も道外に在住する方を対象とした採用試験を実施します。今年度は愛宕以外にも受験機会を拡大いたしました。皆さんの持つ外からの目線で新しい町の魅力、町の感動を発見し、これからの町づくりに生かしたい、そう考えました。これから始まる次の時代の旭川を作っていきませんか。私たちと一緒にチャレンジしていきましょう。